そうですね、答え1個ですか。まあ、さっきのは全部ルートにしたんだけど、まあ、A をルートにすることはできないので、でまあ、今度は逆に、こいつらが大体いくつかを聞いたら、6だけじゃないわ。ルート10って大体いくつか。答え3つ。まあ、答え3つ。じゃあどうやってやるんですか、やり方を言ってください。4、5、6。やり方を言ってください。まず、うん、10は、うん、2、え10、だから何間違えたんだ。えだから間違えたんだ。え、まあ、10は、大体、ルート、うん、ルートあ、え ?3 より大きく、4より小さい。うん、それはなんでわかんの 3をルートにしたら9、ルート9以上、ルート14、16、はい、38は、うん、ちょっと待って。こいつは3と4の間だよね。だからまあ 3. いくつかなみたいな感じ。まあ3に近いか 3.1 とか 3.2 くらいかなっていうことで、こいつが大体 3. なんとか。48は ?43 になるから。43になるから。大体 6.7 とか感じかな。理由はなんで43になると6.7とか。ルート3が 1.7 になるから。うん。え ?1.732 くらい、うん。4倍して、うん、6とか。今回ルート3は大体 1.7 とか分かるかいけどさ、分かんないやつもあるしね。だってルート11とかになってきたら何点なんか分かんないでしょ。だからこれ、したら普通はこれ直すのがセオリーなんだけど、直したら分かりました、分かりました、うん、6以上7以下です。うん、理由はルート36、ルート4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 、もう、まあ、ルート48って見たら普通はね、3ルート、あ、違う、4ルート3って直すのが一般的なんだけど、まあ、今回はそれに必要はない。6から7だなって分かればいいから、まあ 6.7、まあ7寄りだから 6.9 ぐらいかなって分かる。はい。そしたら、まあ、これを踏まえて A の値は、はい、分かってください。4、5、6。まあ、今回すべて求めなさい、だから。いつの間に。から、4、5、6年でいくつですかって言ったら。あれさっきなんかこっそり書き直してなかったですか。まあ、3点いくつ以上、3点いくつより大きくて6点いくつ以下なので、まあ、6はギリギリ、3は入らない。まあ、よくわかんなかった時に 3.2 と。わかんない時は全部計算する。6.9 とかでやって、もういいんだけど。うん、わかんない時は全部計算する。何計算する？これはそうだ。何これ。簡単すぎますよ。2、3、4、5、6、7。ファイナルアンサー？じゃあちゃんと理由を言ってください。ルート3は大体いくつですか？1より大きく2より1です。うん、まあ 1.7 とか。こいつは？4より大きい。4より大きい。間違えた。間違えた。7より大きい。理由は49だ。66がない、はい。こいつまずルート50だから、49より大きいねっていう感じです。まあなんか普通はね、こっちからこっちに直すことはあんまりないけど、やってしゃる。なので、2、3、4、5、6、7。はい。6個で感じですね。